私の名前はセナ。今日は娘の通う保育園で保護者参加の反抗水産に参加していた。いつもめんどくさい絡み方をしてくるママ友の愛理も見える。どうか今日は穏やかに過ごせますようにという祈りも神様には届かなかったようだ。ねえねえセナさん、どうしてそんなにダッサい格好してるの？今日はいろんなママさんたちが来るっていうのに恥ずかしくないわけ？私だったらそんな格好できないわ。31歳なのにそんな身だしなみも気にしないの？っていうかその肉の焼き方何？そんな一気に焼く人いる？なんかもうそういうところから貧乏臭さがにじみ出てるわ。ああ、はいはい、ごめんなさいね。格好は汚れてもいい服って聞いてたから古いのを着てきたのよ。お肉も子供たちがお腹空いてるかなって思ってさ。余計なお世話だったね。本当にごめんなさい。いやいや、口だけだったらどうとでも言えるよね。っていうかその言い方ってさ、私のこと見下してない？ああ、また面倒なこと言ってるよとか思ってない？そういうところが苦手なんだよね。なんかメイクも古いし、今時そういうメイクしてる人いないと思うけど、ダサいと思わないの？どうだろう。あんまり思わないかな。結局自分に似合ってれば好きなようにすればいいと思うし、そもそもおしゃれなんて誰かに決められるようなものでもないでしょ。みんな好き勝手に好きな洋服選んでるんだから別に良くない？ウケる。なんで私に言い返してんの？もしかして自分の方が上とか思ってる？いやいや、そんなわけないでしょ。私の方がはるかに上なんだからさ。ああ、そう。じゃあもう好きにしたら。いちいち私に絡んでこなくていいよ。自分がいいと思うことをやってたらいいじゃん。私に押し付けるのだけやめてくれる？何それ、私に言い返してくるんだ。ねえねえセナさん、いっつも思ってるんだけどさ、あんたってそんなに偉いわけ？なんで私に口答えなんてしてんの？逆に愛理さんこそどういうつもりなの？子供たちは同い年だけど、私とあなただったら私の方が少しだけ上だよね。一体どういうつもりでそんなに上から目線で物を言ってくるわけ？え？もしかして自分が私よりも上だとか思っちゃってる感じ？残念だけどそれはないから。っていうかそんな風にしてるから子供もそうなんじゃない？娘が？そうそう、保育園で相当偉そうにしてるみたいだよ。うちの娘が言ってた。だから保育園の中でも孤立してるんだって。かわいそうにね。カエルの子はカエルってよく言ったもんだよね。あんたたちマジでそっくり。あと私が誰に何を言おうがあんたには関係ないでしょ。私はまだ20代だし、あんたみたいなおばさんと一緒にしないでくれる？あ、そうか、おばさんだからそんなダサい格好してんだ。はぁ、言っとくけどあなたも来年には30代に突入するのよ。それは分かってて言ってるの？残念でした。私は一生20代なんです。あ、そう。でもう話すことないならあっち行っていい？あなたと話してると疲れるんだけど。ああ、逃げるんだ。私にかなうことが一つもないもんね。いいよ、逃げても自分が惨めになるのだけは避けたいんだもんね。旦那の稼ぎが悪いと自分の心に余裕もなくなるんだ。今ここで旦那とか関係ある？さっきから論点ずらしすぎじゃない？この話って今あなたが私に絡んできてるって話じゃないの？この服装が気に入らないとかメイクが古いとかでしょ？さっきから子供の話だったり旦那の話だったり何なの？論点を一つに絞ることすらできないわけ？
いちいちうるさいんだけど。おばさんになったら何でも文句つけないといけないわけ？やだやだ。そんな年の取り方はしたくないわ。更年期ってやつ？自分が惨めなの理解した方がいいよ。それとも旦那がサラリーマンだからそんな風に人に食ってかかるの？だからそれは関係ないでしょ。関係ないわけないじゃん。私の旦那はヤクザで、あんたのとこはサラリーマン。年収の差がどれくらいあると思う？しかもうちの旦那はヤクザの若頭だから。あんたのとことは子供にかける教育費も違うの。しかも自分に使える美容費とかも段違いだから。だからこそ見てよ、この綺麗な金髪。私に似合ってると思わない？うん、そうね。綺麗よ、綺麗。素敵だわ。は？何それ？なんでそんな棒読みなの？私がそんなこともわかんないと思ってる？あ、もしかして自分ができないからって妬んでるんだ。かわいそうに。私は自分の好きなことできるけど、あんたはパートもしてるんでしょ？それじゃあそのダッサい茶髪をキープするくらいしかできないもんね。それだって美容室じゃなくてセルフでしょ？そうよ。セルフの何が悪いの？世の中セルフでできる商品が5万とあるのに、美容室に行きたい人は行けばいいし、そうじゃない人はセルフでやったらいい。選択肢がたくさんあるんだから、その中から自分が何を選ぶかの問題でしょ。偉そうなこと言うな。私に文句言ったらどうなるか分かってんの？いや、分かってないからこういうことが言えるのか。そもそもあんたと私じゃ格が違うわけ。あんたは自分が好きなものを選んでるんじゃなくて、選ぶしかないだけ。あんたに与えられた選択肢なんて本当に限られたものじゃん。私に与えられた選択肢と比べたら天と地ほどの差があるから、その埋められない差をこうやって口答えするしかできないんでしょ。人に噛みつくことでしか自分を表現できなくてかわいそう。まあそういう人生を選んだのは紛れもなくあんただけどね。わかったわかった。もう好きなように言ったら。私は口答えもせず、はいはい聞いてたらいいんでしょ。それであなたの気が晴れるんだったら、お好きにどうぞって感じよ。でも、今の発言が自分にブーメラン返りしてるってことは忘れないでね。どう考えても、今噛みついてきてるのはあなただから。私は一つも噛みついてなんかいないからね。そういうのが噛みついてきてるって言うんだって。あのさ、私に偉そうに上から目線で喋ってくんのやめて。自分の方が何でも知ってますって感じ？残念だけど、私の方が上だから。うちの旦那はヤクザなんだよ。この街のことも、裏社会のことも、私の方が詳しいから。わかったわかった。それでいいって。私の方が下です。あなたの方が立派で素敵な人間です。そういうのが見下してるって言ってんの。何それ。私のことなんだと思ってんの？なんだと思ってるって聞かれてもね。ただのママ友でしょ。それ以上でも以下でもないから。あなたが言われて気持ちいいだろうなーって言葉を選んでるつもりだけど。それでも満足できないっていうの？ああ、どれだけ欲しがりさんなの。ああ、もう無理。我慢の限界だわ。優しくしてあげようと思ったけどやめた。私の気持ち、そういう風に無視するんならいいや。アイリはそう言いながら、持っていたカレーを私にぶちまけた。何すんの？私のこと無視するからじゃん。ヤクザの夫と結婚した私は無敵よ。もう我慢の限界だった。旦那がヤクザだって言ってたよね。
組どこ。父と兄と共に殴り込むわ。え？いや、えじゃなくてさ、どこの組かって聞いてんの。まさか答えられないわけないよね。だって自分の旦那のいるとこだもんね。言えないとか言わないでね。これだけ人に言いふらしといて今更じゃない。偉そうに旦那がヤクザだって言うんなら、どこの組か言えよ。何よ急に。なんかあんたキャラ違くない？私に煽られてキレちゃった？もっと謙虚な人間になった方がいいよ。そうやって人を見下してでも何も変わらないから。あんたにだけは言われたくないわ。キャラ違うとかどうでもいいでしょ。とりあえず組を言えって言ってんの。日本語わかる？理解してる？っていうか、今まで私がどんだけ我慢してきたと思ってんの？あんたんとこの娘がうちの娘のもの盗んだりさ、学芸会の時に私のパンプスなくなったと思ったら、次の日あんたが履いてるしさ、うちの娘がはぶられてる。冗談じゃないんだけど。だったらなんで迎えに行った時にたくさんの友達に囲まれてるわけ？むしろ一人なのはあんたの娘なんじゃないの？一人ぼっちで迎え待っててさ。言っとくけど、娘を転ばせて怪我させたこと許したわけじゃないから。なんでうちの子の仕業だって思ってんの？勘違いしてんじゃねえよ。勘違いなわけないでしょ。子供たちが教えてくれたんだよ。あんたんとこの娘がうちの娘の背中を押して転ばせたんだよって。子供ってのは素直でいいよね。隠すとかそういうことができないんだもん。口ばっかりのあんたとは大違い。体だけ大きくなった思春期の子みたいね。何でもかんでも見るものすべてが敵みたいなさ。自分が一番かわいそうとか思ってんの？マジで無理なんだけど。どんだけ自分大好きなの？って、そんな話はどうでもいいから。さっさと組を教えてよ。あんたが誰に喧嘩売ってんのか、わからせてやるから。マジで何なの？本当にムカつくんだけど。もういいや。どうせ聞いたところで何もできないだろうし。私の旦那がいるのは、薬師組。どう？この町で一番のヤクザ。サラリーマンの旦那しかいないあんたに、どうにかできるわけないでしょ。しかも、苦し紛れに父親とかお兄ちゃん出してくるあたりが、ダサすぎんのよ。ああ、そう。薬師組ね。まあいいや。覚悟しといて。とりあえず今日はもう帰るわ。誰かさんのせいでカレーまみれだし、こんな格好で続きなんてできるわけないしね。どうぞご勝手に。言っとくけど、クリーニング代とか請求しないでね。わざとかけたわけじゃなくて、不可抗力だから。あんたがムカつく人間だったからダメってだけ。私のせいにしないでよね。なあ、わかったわかった。だからもう行っていい？クリーニング代の請求なんてするわけないでしょ。どうせ払ってもらえないもんを請求することほど愚かなことはないよ。はあ？一回で聞き取れない？クリーニング代請求するならもっとマシなことするっての。もういいや。話してんのも面倒だし。じゃあね。アイリに背を向け、子供を連れて先生に事情を説明。帰宅した私は早速父と兄に相談をすることにした。ええ、まさか薬師組の若頭の嫁がそんなことをしてるなんてな。いくら知らなかったとはいえ、人としてやっちゃいけねえことだろうに。本当だよな。カレーぶっかけるなんて聞いたことねえよ。
普通の人がこんなことされたら、警察なりなんなり相談するんじゃねえの？もしそんなことされたらどうするんだろうな。もういい。とりあえず薬師組に行くぞ。ここで話してても拉致が開かねえからな。父と兄の翔と共に薬師組へ向かう。事務所に到着すると、中からわらわらと組員たちが飛び出してきた。よう、てめえら、こんなところまでわざわざ何の用だ。うちら薬師組とお前ら同時組は敵対してるはずだろうが、それがなんでうちの組の前に組長と若頭が揃ってんだよ。今日は同時組を潰しに来たんだよ。いい口実ができたんでな。今までは放っておいてもいいかと距離を置いていたが、そういうわけにもいかなくなった。ただそれだけのことだ。それでお前がこの組の若頭の和樹だな。そうだよ。よく俺のこと知ってんじゃねえか。俺はそんなにそっちの組でも有名ってことか。ああ、残念ながらそういうことじゃねえ。うちの娘がよ、お前さんの嫁に世話になったんだ。父のアイコンタクトで車から降りると、入園式の時に見かけた顔の男性が立っていた。なあ、なんだよ、うちの娘の保育園で見た顔だな。なんだ、俺の嫁の世話になったってのはどういうことだ。おいてめえ、いつまでそんな上から目線で物言ってやがんだ。そっちがそのつもりなら、俺たちは今すぐ始めたっていいんだぞ。土下座して謝るか、自分の側を通して抗争を始めるか、お前はどっちの方が幸せだ。薬師の若頭としてどっちの方がいいと思う？わかったわかった。とりあえず話を聞かせてくれ。一体何があったんだ？うちの嫁が一体何をしたって言うんだよ。簡単な話さ。今日が保育園のイベントだったのは知ってんだろ。そこでお前の嫁はうちの娘に食ってかかった。くったらねえ話だろ。そんで娘が適当に相槌を打ってたら、お前の嫁が切れてカレーをかけてきたんだと。カレーをどうして？またそんなもんこっちが聞きてえよ。それでどうすんだ。こっちとしてはいい口実ができた。お前の嫁が旦那はヤクザだって言いふらしてるからな。そんなもん報復してくれってのと同じことだろ。父の高笑いを聞いた和樹は、組員たちに指示を出して全員が正座。なんだ、突然正座なんてしやがって。どういうつもりだよ。どういうつもりもなんもねえ。うちは同時とはやり合いたくない。だからこそ今までずっと関わり合いのない距離を保ってきたんだ。今回のことはそれを抜きにしたってうちの嫁が悪い。娘さん、本当に悪かった。今日のところはこれで勘弁してくれねえか。なんだよ、つまんねえな。出だしの勢いはどうした？今でも食ってかかってやるって顔してたのによ。最近退屈してたから楽しませてもらえると思ったのに、もうおしまいか。ああ、そうだよ。俺は腐ってもこの薬師組の若頭なんだ。俺が謝って済む話ならいくらでも頭を下げる。この組を守るためならこんなプライドちっぽけなもんだ。ああ、よく言った。でもな、俺たちが謝らせたいのはお前だけじゃねえんだよ。今すぐにお前の嫁を呼べ。さすがにもう帰ってきてんだろ。俺たちが本当に用があるのはそっちなんだよ。わかりました、すぐに呼びます。正座のまま
和樹が愛理を呼び出す。どうやらすぐに来れるようで、私たちは星座の男たちの前で待機ということになった。なんとも異様な光景だ。それから10分ほどで愛理が到着すると、私を見つけて眉間にシワを寄せた。なんでこの女がここにいるの？っていうか、本当に父親とお兄ちゃん連れてきてんじゃん。自分が情けないとか、そういう風に思ったりはしないわけ？やってたかってこんなことさせて。警察に突きなすとか、脅してました？ヤクザであるはずのこの人たちがこんな星座なんて、それしか考えられないんだけど。初めてカズキが事務所に呼んでくれて嬉しかったのにさ。あんたたちがいるせいで台無しなんだけど。アイリー、今はそういう話をしてるんじゃないんだよ。お前は喧嘩を売っちゃいけない人に喧嘩を売った。俺たちが正座をしているのは、お前のその浅はかな行動のせいだ。はぁ？なに？なんでカズキまでキレてんの？めんどくさ。私が何したって言うの？何も知らないこの女に教えてやっただけじゃん。うちの旦那は薬師組の若頭で、誰もかなわないんだよって。本当にそんな風に周りに言いふらしてたのか？俺は一度でも薬師の名前を使って偉そうにしていいぞなんて言ったのか？誰かで構わず喧嘩を売りまくれって言ったことがあったのかよ？いや、マジなんでそんなキレてんの？だる。旦那がいい仕事してるってのに、なんで黙ってないといけないわけ？別に他の人みたいに旦那の仕事自慢しとっていいじゃん。お前さんのは自慢じゃなくて、ただ偉そうにしたいだけだからだよ。うちの旦那はヤクザなんだよね、だけ言ってりゃいいものを。ヤクザだから私に逆らったら大変なことになるよって言ってんじゃねえか。それが何？別にあんたらに文句言われる筋合いないんだけど。だとしても、こういう風に知らない間にヤクザ同士の抗争に発展する場合もある。俺たち同時組とお前さんの旦那のいる薬師組は敵対組織だ。と言っても力の差がどっこいの敵対じゃねえ。うちはその気になればいつだって薬師を潰すことができる。だから薬師は俺たち同時組と距離を取っていたんだ。まともに正面からやり合ったら一瞬で肩がつくのは明白だったからな。だがその微妙な均衡をぶち壊したのは愛理お前なんだよ。は？なんで私のせいなの？マジで納得できないんだけど。私は自分を守るためにあんたの名前を使っただけ。嫁が自分の身を自分で守るんだから、あんたに迷惑はかけてないじゃん。実際今までこんな大事になったことなんてなかったじゃんか。それがまずかったんだよ。自分の旦那がヤクザなんて言いふらしてさ、それで自分や子供のことを守ってるつもりになってただけ。結局いつかはこういう大事になったんだよ。遅かれ早かれな。あんたは何なの？セナさんのお兄さんってだけでしょ。それなのに偉そうなこと言わないでよ。どうせあんたもしょっぱいサラリーマンでしょ。残念ながら俺はサラリーマンじゃなくて同時の若頭だ。でもな、あんたはサラリーマンを下に見てるけど、俺らよりもよっぽど立派だぞ。なんせ毎月決まった給料を持って帰ってこれるんだ。その方が安定した生活が送れるし、悪いことは一つもない。お前さんが見下すほど悪い仕事じゃないし、素敵な仕事でもある。毎月決まった金額だろうが、少なかったら何の意味もないじゃん。私は私のやりたいことを我慢なんてしたくない。自分の好きなように生きていきたいの。それを邪魔されるなんて我慢できない。私の邪魔するって言うんなら誰だろうが容赦しないから。ねえカズキ。ああ、お前今の話聞いてた。薬師は同時には対抗しないの。っていうか、したくてもできないんだよ。なんでできないの？愛する妻が困ってるんだよ。それなのに旦那のあんたはこの状況を放置してていいわけ？
自分が情けないとか、そんなこと思ったりもしないってこと？なあ、今までの話聞いてたか？俺たちは本当に同時には叶わないんだよ。力も権力もお金も何もかもだ。ただ近くにあるってだけで関わろうと思ったこともないんだぞ。それなのになんでお前の都合だけで敵対しないといけないんだよ。いいじゃねえか。俺たち同時としちゃ敵対してくれる方が助かるんだよな。こっちの島欲しいと思ってたんだよ。薬師にはもったいねえなってな。俺たちならもっと稼ぐことができる。お前たちの何倍も。今までは口実がなかったから黙ってたけど、やっと理由ができたんだ。できればこのまま嫁の口車に乗ってくれると助かるんだけどな。ほら、こうやって言ってるんだから。今の話聞いてたか？俺たちには天地がひっくり返っても勝ち目なんてねえんだよ。同時は俺たちが潰れるのを楽しみにしてる。そのためにお前を使ってんだよ。お前、自分が利用されてるって理解できないのか？はあ？どういうこと？私が魅力的だって言いたいわけ？ちげえよ。もういろんなこと言われすぎて何言ってるのか全然わかんない。もういいよ。あんたができないって言うんなら自分でやる。自分でどうにかできる力があるんだ。だったら見せてみてくれよ。そもそも自分でなんとかできない人間がカレーかけたりしねえか。旦那におんぶに抱っこしてるだけじゃ偉そうにすることもできねえもんな。なんなのこのおじさん、自分がそんなに偉いわけ？っていうか今まで何年も生きてきたけど同時組なんて聞いたこともありませんよ。本当はそんな組があるのなんて嘘で、みんなで私にドッキリ仕掛けてんじゃね？そういう風に思えるのはそれはそれで幸せだけどな。今まで何にも知らなくても生きてこられたってことだもんな。でもな、世の中には知っておいた方がいいってこともたくさんあるんだよ。知ることってのはつまり自分を守ることにもつながるんだ。何も知らなかったから悪いことしても許されるってわけじゃねえんだよ。うるさ、何おじさんが偉そうに私に説教してんの？旦那の和樹は使えないし、何のためにヤクザの若頭と結婚したと思ってんの？私が何してもあんたが守ってくれると思ったから結婚したのにさ、マジで期待外れだわ。もうこうなったら私の最終手段使うしかないじゃん。じゃあその最終手段とやらを見せてくれよ。偉そうにしてられるのも今のうちだからね。そう言って愛理はスマホを取り出し、どこかへ電話をかけ始めた。すぐ来てくれるって、あと10分くらいらしいから首洗って待っとけってよ。おい、薬師の若頭。はい。お前さんは嫁の最終手段とやらを知ってるのか？いえ、自分は何も知りません。っていうか何をもってして最終手段なのかも。なあ、アイリー、一体お前はどんな奥の手を持ってるんだ？別にあんたに言う必要なくない？あ、そうだ、これが終わったらあんたとは離婚するから。離婚？どうして急に？そんなの分かりきってるじゃん。あんたみたいな情けない人と一緒にいたくないから。だから離婚するんだよ。慰謝料も養育費もがっぽり取ってやるから覚悟してて。その金を持ってもっと裕福な人と結婚するから。っていうかそもそもあんたと私じゃ釣り合わなかったのよ。数年間だけでも私みたいないい女と一緒にいられたことに感謝してね。なあ、薬師の若頭よ、お前今までこんなのと一緒にいたのか。俺もこんな奴だとは思ってませんでしたからね。いや、確かに随分と自意識過剰な女だなとは思ってましたが、まさかここまでとは。離婚だなんだと騒いでるけど結局それも離婚しないんですよ。いつもそうなんです。カッとなったら言うだけのあれですわ。ああ、なるほどな。お前も苦労してるな。そこ、
ごちゃごちゃ喋ってんじゃないよ。ヤクザ同士がどうにもできないって言うんなら、別の角度から攻めればいいだけ。もうすぐ到着するから、楽しみに待ってなよ。その言葉通り、それから数分で、一台の車が到着した。よう、アイリー。久しぶりじゃないの。それで、あんたに意地悪するのは誰？マリーさん、お久しぶりです。あいつらですよ、私に意地悪するのは。旦那を守ってくれないから使い物にならないし、最悪ですよ。そもそもこうなったのは、あそこにいる女が、私のことを怒らせたからいけないんです。へえ、さて、どんな女？セナさん！え？何？マリさんとその女、知り合いなの？何言ってんの？知り合いなんてもんじゃない。私は、絶対この人にだけは逆らえないんだよ。ええ、アイリさんの言う知り合いって、マリだったんだ。元気してた？あの頃ぶっ飛ばしてあげてから、会ってなかったもんね。どういうこと？ぶっ飛ばしたって何？あの女がマリさんのことをぶっ飛ばしたってことですか？そうだよ。私はあんたと出会う前、セナさんの下にいた。高校生の頃、セナさんは私のいるグループのトップだったんだよ。しかも、誰も追いつけないくらいの差が開いたトップ。絶対に、誰もセナさんにだけは逆らおうとしなかった。でも、あの頃の私は、勝てると思ったんだ。今となってはどうしてそんなことを思ったのかもわからん。とにかく私はあの人とはもう敵対したくない。いやいや待ってよマリさん、助けてくれるって言ったじゃん。私が意地悪されてるなら絶対に守ってやるって約束でしょ。確かにそんな約束をしたこともあったけど、あの人だけはマジで無理。悪いけど、自分で何とかして。マリは関わらない方がいいね。また痛い目に遭いたくないもんね。あの時は、しばらく病院から出て来られなかったんだっけ？今そんなことになったら大変だもんね。とにかく、もう私は関わりたくない。自分で何とかしな。マリさん、ちょっと待ってくださいよ。マリさん。マリは読んで字のごとく、尻尾を巻いて逃げていった。取り残されたアイリは、全員から睨まれる。それで、大見え切っちゃったわけだけど、どうすんの？その瞬間に、アイリはカズキの隣に正座をし、額を地面にこすりつけた。ごめんなさい。もうしませんから、許してください。私は何もできない人間です。どうか命だけは助けてください。それから2ヶ月後。やっと目の上のタンコブだった薬師を吸収できてよかったよ。まさか、薬師の組長が売るとは思わなかったよな。それだけ、あの若頭を大切に思ってたってことだろ。本当に血のつながった親子じゃないのに、大した絆だ。それに比べてあの嫁は。結局離婚はしないって言い張ったけど、和樹さんに離婚されたみたいよ。もうすぐ引っ越すらしいって先生たちが話してた。保育園的にもトラブルの元になってた愛理さんがいなくなって清々するみたい。結局誰からも相手にされてなかったってことだな。でも、これで孫娘の問題も、俺たちの問題も、全部解決だ。あの嫁さん、いや、元嫁さんが、一人で勝手に大暴れしてくれて助かったよ。まだお迎え来たりするんだけど、私の顔見ると逃げるもんね。あんなことしなければ、まだ偉そうにしてなれただろうに。お前があんまり相手してくれないから、つまんなかったんだろう。ちょっとからかってやろうと思ったら、ひどい目にあったってことだ。まあ、これでどこに行っても悪さなんてしようと思わないだろう。どこにこういう種が転がってるかわからんのだからな。
そう言いながら、父は娘と遊んでいた。私や娘や夫を守っていけるだけの、ほんの少しの力があればいい。愛理のようにはならず、謙虚に生きていこうと思っている。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は桜田光也。俺の祖父は桜田組の組長をしている。つまりヤクザだ。だからといって俺もヤクザというわけではない。祖父としては俺がヤクザになり、いつかは組を継いでほしいと思っていたらしい。だが俺にはそんな素質はないし、小学生の頃に父親が高層で亡くなっているため、絶対にヤクザにだけはなりたくないと思ってきた。桜田組というのは大きな組織らしく、表向きはいくつもの会社を経営している。俺は6年ほど前にその中の一つの企業に就職した。社内をヤクザが歩いているわけでもない優良企業だと言えるだろう。その会社で俺は新人教育係を担当している。教育係とは言っても会社なのだから仕事を教えていればいいと思っていたのだが、実際はそんなことはなかった。特に今年の新人はあまり質が良くないから困りものだ。その中でも最悪だと思うのが小林。こいつは態度も悪ければ挨拶もできない。そのため俺は頭を抱えていた。そんなある日、新人歓迎会が催された。そして俺は小林の横に座らされたわけだ。おい小林、あぐらをかくな。みんなが席に着くや否や、あぐらをかいてテーブルに肘をつく。これではこいつが上司のようで見た目が悪い。なんで、あぐらくらいいいじゃんか。最初は正座して、上司の挨拶が終わって場がほぐれたら足を崩すべきだろう。お前は新人なんだからな。はぁ、新人だからなんだって言うんだよ。新人だって足はしびれるんだぜ。それとも先輩は足がしびれないんですか。そんなこと言ってないだろう。先輩たちだってあぐらなんて書いてないじゃないか。それって個人の自由でしょ。俺は体がでかいから正座なんかしてると人より早く足がしびれるんだよ。まったく。それにテーブルに肘をつくのもダメだ。なんで、だりーからしょうがないじゃんかよ。一日中仕事してたんだし、飲み会の席くらいうるさいこと言わないでくれよな。そうやって小言ばかり言ってると小言じじいになりますよ。小言じじいとはさすがにムカついた。何せ俺はまだ28歳だ。確かに小林からしたら10歳も差があるのだからじじいかもしれないが、先輩に対してそれはないだろう。あ、ムカついちゃいました。こんなことくらいで眉間にシワ作ってるようじゃ大物にはなれませんよ。ところで先輩って何歳なんすか。28歳だよ。あってことはやっぱりじじいじゃんか。なんだと。俺よりも10歳も上なんだからさ、じじい決定。この悪ノリぶりに上司もムッとした表情を浮かべている。これでは教育担当の俺が怒られるというものだ。おい小林、いい加減にしろ。なんで、さっき部長が無礼講だって言ってたじゃないかよ。無礼講ってやつは無礼なことを言ってもしてもいいってことでしょ。例えばこんなことしても OK だよな。そう言ったと思ったら隣の女性社員の肩を抱いたのだ。相手は20代の若き女性だ。さすがに嫌そうな顔をしている。お前それはセクハラだぞ。なんでこんなことくらいでセクハラになるんだよ。
触ってももらえないようなしわくちゃババアよりはいいと思うな。触りたくなったから触っただけなんだし、俺だってしわくちゃババアには触りたくないし。そう言って高齢女性社員に目を向けた。こんなことを言われて笑ってくれる人ばかりではない。さすがに隣の女性社員も高齢女性社員もムカついた顔をしているし、部長や課長も同様だ。こんな奴がいたら場がしらけるばかりか、途中で帰る人が出ても仕方のないことだろう。俺は女性陣に謝り小林をたしなめた。とにかくそんなこと言ったらダメだ。まして肩を抱くなんて絶対にダメだ。あれもダメ、これもダメってうるさいんだよな。会社ってさ、ヤクザよりも上下関係にうるさいのかよ。ヤクザ？俺そういうのダメなんだよな。そう言ったかと思ったらビール瓶を持って部長の隣へと歩いて行ってしまった。下手なことをしなければいいが。そう思いながら俺はチラチラと小林の動向を観察していた。部長、何飲んでるんすか？ビールじゃないのか。じゃあビールにしましょう。部長はビールが苦手だというのに勝手にコップにビールをついでいるのだ。さらには、部長って愛人とかいるんすか？部長くらいになれば女の一人や二人いるでしょう。奥さんには内緒にしてあげるから俺にだけこっそり教えてくださいよ、とやっている。だがこいつが黙っているはずはない。きっと人の弱みを探して回り、よからぬことに使うつもりだろう。おい小林、部長はビールは飲まれないんだ。無理やりお告げするのはやめろ。なんだよ、いいじゃんか、信仰を深めてるんだからよ。なんでそんなに俺に絡むんだよ。ん？お前酒飲んだのか？飲んだよ。飲んで悪いかよ。お前、酒は二十歳になるまでダメだろうが。うるせえんだよ。俺はな、中学の頃から酒を飲んでるから別に平気なんだよ。そうなのかよ。そうだよ。俺の親父はな、ヤクザだからよ。俺が中学に入ったら祝いだって言ってよ、その日から酒が解禁になったんだよ。男は酒が飲めねえと腹を割って話せねえからってな。こいつの親はヤクザだったのか。誰だよ、こんなやつを入社させたのは。俺がそう思ってるのと同じように他の社員もそう思っているらしかった。みんなが俺の親父はヤクザという言葉を聞いた途端に小林を凝視したのだから、部長でさええっという表情だ。あははは、何みんな驚いてんだよ。俺の親父はな、山田組の若頭なんだよ。だから俺にあんまり指図しない方がいいぜ。特に桜田さんよ、俺に偉そうなこと言ってると痛い目見ることになるからな。小林、やめろ。こういう席でそういうことを言うのはマイナスだぞ。何がマイナスなんだよ。マイナスもプラスもないんだよ。完全に酔っているらしく、小林は親の権力をひけらかした。俺は気に入らねえんだよ。どうしてこうもうるせえやつが俺の教育係なんだよ。なあ部長よ、俺に教育なんて必要ねえんだよ。俺はちゃんと親父に教育されてきたんだからよ。それがやれあぐらをかくな、電話の取り方が違う、漢字が間違ってるって、どんだけ文句を言えば気が済むんだよ。小林、飲みすぎだぞ。そんなに飲んじゃいねえや。俺はあんたの何なんだよ。あんたは俺の何なんだよ。俺に偉そうに言ってるけどよ、俺はあんたにそこまで言われる筋合いはねえんだよ。電話の取り方も分かってないから言われるんだろう。それは仕方のないことだろう。社会には社会のルールがあるんだから。社会のルールなんてのはクソくらえなんだよ。
俺が法律なんだ。俺のルールが一番なんだよ。これはもうダメだと思った俺は、小林に水を飲ませようとコップを手にした。ところが、コップを持ったまま立ち上がろうとした俺の足が何かにつまずき、コップの水がこぼれたのだった。あっと思った時にはもう遅く、それは小林の胸にかかってしまった。何しやがる？ごめん、かけるつもりはなかったんだけど。うるせえや。そう言ったかと思ったら、テーブルの上に置かれていたジョッキを手にし、俺のデコめがけて大振りした。それが見事に俺のデコに当たり、大きな衝撃を受けた。その場にいた女性たちは悲鳴を上げ、男性陣は息を飲んだ。社長に報告したら、若頭の親父がお前の家族を襲っちゃうからな。俺の額に温かいものが流れた。俺は額に手を当てそれを見ると血だということが分かった。てめえ、なんだよ。お前が俺に水をかけたのが悪いんだろうがよ。わざとかけたわけじゃねえのは分かってたはずだ。だからなんだよ。てめえがうぜえからしょうがねえだろうが。俺に逆らうとこうなるってことだよ。みんなしっかり覚えておけよ。組言えや、てめえはどこの組だ。普段温厚な俺がドスの効いた声でそう怒鳴ったものだから誰もが驚きの表情だ。俺はしまったとは思ったものの、もう止めることができなかった。山田組だっつっただろうがよ。もう忘れたのかよ。一家総出でぶっ潰すから覚悟しておけ。はあ？あんた頭大丈夫かよ。山田組を一家総出でぶっ潰すだって？父ちゃん母ちゃんじじいにばばあか？帰り討ちに会うのは見えてるだろうが。ヤクザみてえなこと言ってるかよ。あんたはヤクザじゃなくて一般人なんだよ。一般人のあんたが山田組を潰せると思ってるのかよ。いくら酔っ払ってるからってできねえことは言わねえ方がいいぜ。お前後悔することになるぞ。はん、一般企業のサラリーマンに何ができるんだよ。ふざけたこと抜かしてんじゃねえや。俺は若頭の親父がいるんだぞ。それがなんだ。自分だけがヤクザの家族がいるなんて思わないことだな。俺はじっと小林を睨みつけた。するとよほど俺の睨みが怖かったのか、いつもと違う俺におじけづいたようにビビっていた。ところがビビったのは一瞬だ。すぐにいつも通りの小林に戻ると、さらに俺をバカにしてきた。あのな、俺はずっと思ってたんだよ。あんたは俺には合わねえってよ。何が教育担当なのか知らねえが、やたらと偉そうじゃねえか。たかが10歳俺より上だってだけで、若頭の息子の俺に好き放題言ってくれてよ。それは仕事なんだからしょうがないことだろう。お前が何もできないのが悪いんだからな。俺はできてるんだよ。何でもちゃんとできるのに難癖つけてるだけだろうがよ。何でもできるやつが上司にタメ口かよ。そんなのはしょうがねえことだろうがよ。何せ俺は山田組若頭の息子だってんだろう。もう耳にタコができるくらいに聞いてんだよ。だがな、親の権力を振りかざさねえと何もできないことを自分で明かしてるようなもんだぞ。何？事実お前はことあるごとに親がヤクザだと言っては周りに自分に盾つくなと言ってるじゃないか。親がいなかったら何もできないってことだよな。そんなことあるかよ。ふざけやがって。そうかな。お前が俺にしたことは劣気とした犯罪だ。傷害罪になるんだよ。親がいるから怖がりもせずこんなことができるんだろう。挙句は社長に報告するなと口止めまでする。
じゃあこれで親がいなかったらどうだ。親が一般人だったらどうなるんだよ。怖くて何もできねえんじゃねえのかよ。そんなことない。俺は一人でも何でもできるんだ。ただお前がうるせえだけだ。お前にヤクザの親がいようとどうしようと、お前は18歳のガキなんだよ。ガキはガキらしく、先輩に言われたことに従ってりゃいいんだ。違う。俺は喧嘩だって強いんだ。今までだって暴走族で鳴らしてきたんだからな。それはガキの集まりだろうが、そんな中でどんなに強くても社会に出れば何の役にも立たないんだよ。いい加減に分かったらどうだ。あんた俺に喧嘩売る気かよ。そうやってすぐに喧嘩だのなんだのと言いやがる。いいか、社会の勝負は喧嘩でするもんじゃねえんだよ。拳なんてのは何の役にも立たねえんだ。違うな。あんたはまともに人を殴ったこともねえだろう。だからそんなことを言ってるのさ。本当に必要なのは拳なんだよ。まったく、何をどう言っても理解しない野郎だな。俺はもうてめえの面倒なんて見たくもねえや。だがな、嫌でも何でもてめえを教育するのが俺の仕事だ。だからこれからもやってやるが、大概にしねえとてめえの目玉くり抜くことになるぞ。へえ、できるものならやってみりゃいいだろうが。そうなったら俺の親父が黙っちゃいねえからよ。それこそ泣いて謝っても許してもらえねえぞ。そこまで言えるなら会社員なんか辞めてヤクザにでもなればいいだろう。こんな奴の教育係は本当に辞めてしまいたい。今この場で辞めると宣言すれば済むことなのだろうが、さすがにそんなことをするわけにもいかず、俺は小林を睨み続けていた。その時部長が声をかけてきた。おい桜田、お前早いとこ病院へ行け。そう言われて気がついたことは、目の前がどんどん赤く染まっていくことだった。どうやら切れた額から流血し、顔が赤くなって息出しているようだ。女性がおしぼりを持ってきてくれて、それで抑えはしたものの、おしぼりも赤く染まっていく。さすがにやばいと思い、先に帰ることにした。部長や他の社員は救急車を呼んだ方がいいと言っていたが、俺はタクシーで行くからと店を出たのだった。くそ、あの野郎、やってくれやがって。頭はズキズキと痛み、気が遠くなるのを感じながらも病院にたどり着いた俺は、どうにか治療をしてもらうことができ、二針ほどヌーにとどまった。医者はどこでやったのかとしつこく聞いてきたが、さすがに会社名を出すこともできず、転んだというほかなかった。病院から出ると、その足で桜田の事務所を訪れた。すると、真新しい包帯を頭に巻いている俺を見て、誰もが驚いていた。祖父である組長のもとへ行くと、やはり同じように驚いていた。そうや、一体どうしたんだ、誰にやられた。山田組若頭の息子です。若頭の息子だと、一体なんで。実は今日は新人のための歓迎会がありまして、その新人の中に若頭の息子がいるんですが、こいつがろくでもないやつなんです。俺は新人教育担当なんですが、何を教えても身につかねえばかりか反抗的でして、18歳だっていうのに酒を飲んで誰彼構わず絡んでいるもんで、水を飲ませようとしたんですが、俺がつまずいて水をかけちまいまして、その途端ジョッキで殴られました。なんてことだ。さすがに俺も頭にきて睨みつけたんですが、全く反省の色がないどころか、自分は若頭の父親がいるから何も怖くないと抜かすもんで。なるほどな。それでどんな傷なんだ。二針ほどの傷です。縫うほどの傷ってことかよ。まあそうなりました。許せねえな。山田組ごときに俺の孫がやられたとあっちゃ、
このまま黙ってることはできねえぞ。はい、俺もそう思います。それにあんなのがいつまでも会社にいたら他の社員の迷惑にもなります。口でいくら言っても治らないわけですし、ここは根性を入れ直す方向でお願いしたいと思いましてきました。なるほど、お前が俺にそう言うんだ。こいつはかなりだと見たが、そうなのか？そうです。そうか、よし、山田組に乗り込むか。あんな小さい組織は潰すのも簡単だ。そうですね、山田組自体が悪いわけでもないですが。よし、そうと決まれば準備が必要だ。おい、今組にいる奴ら全員集めろ。祖父がそう言うと瞬く間に組員に声がかかり、組員がどんどん集まってきた。俺は怒りを抑えることができず、祖父の力を頼ることにしたわけだ。相手がヤクザならば、他にもヤクザがいるということを徹底的に教え込んでやるためだった。そして若頭の息子という地位を奪い取り、二度とそんなものが使えないようにするためだった。こうして乗り込んだ山田組だったが。おい、邪魔するぜ。大勢で押しかけ、どやどやと事務所に入っていくと、驚いたのは山田の組長だった。え、なんなんだ？俺の孫に怪我させた奴がいるってんでな、こいつは許せねえと思ってこうして来てやったんだよ。何？それはどういうことだ？なんだよ、何も知らねえのかよ。何も知らねえのに組が潰されるなんざ、かわいそうなことだよな。組を潰すだと？ああ、さすがに孫に手出しされたんだからよ。黙ってたら男が廃るってもんだろうが。組を潰すなんて尋常じゃねえや。一体何があったのか、まずは理由を聞かせてくれ。何も知らずにやられたんじゃ、組員だってかわいそうじゃねえか。なあ、まずは話し合いと行きましょうや。話し合いね。だったらまずは理由を教えてやるからよ。おい、お前ら外で待ってろ。幹部だけ残れ。組長がそう言うと、言われた通りに幹部だけを残して、残りの組員はひとまず外で待機することとなった。まあ座ってくださいよ。ゆっくり話さねえと見えるものも見えねえってこともある。そうだな。組長は言われるままにソファーに座ると、組長の前に山田の組長が座り、山田の真後ろに山田組の幹部が立ち、部屋の隅にも幹部という物々しさだ。こっちは俺と組長がソファーに座ると、その真後ろに幹部がいつでも飛び出せるように立ちはだかった。ひとまずは落ち着いた話し合いのように見えて、緊迫感は拭えない状態だ。さて、それじゃあ理由を教えてやろう。あんたのところの若頭、そいつの息子がうちの会社に入社したのを知ってるか？え、そうなのか？隣に座る若頭に顔を向けると、若頭は首をひねった。どうやらそれを知らずに入社したらしい。おい、ソータが来てるだろう。ソータを呼べ。呼ばれて入ってきた小林は俺を見て驚いていた。なんでてめえがここにいやがる？お前こそなんでここにいるんだ？まだ飲み会は続いてるはずだぞ。つまんねえから出てきたんだよ。つまんねえからだと？それで出てきたんじゃ新人歓迎会の意味がねえだろうが。しょうがねえだろうが。あんたがいなくなったら急に風当たりが強くなったんだ。親がヤクザだからって先輩に怪我をさせるのは間違ってるとかって全員で俺に説教しやがる。そんなところにいるなんざ面白えわけねえだろうがよ。つまり逃げてきたってことか。あんなことをしたんだ、言われて当然だろうが。俺が悪いわけじゃねえだろうがよ。一体何があったんだ？こいつが日頃からうるせえから、俺に逆らったらどうなるか教えてやっただけだ。なんだと？どうしてそうなるんだよ。お前はこの方がどなたなのか分かってやったのかよ。
どなたもクソも歩け。単なる一般人だろうが。その一般人がどうして今ここにいるんだよ。え？詳しく教えましょう。うちの会社がどういう会社なのかも知らないようですから。はい、お願いします。我が社は桜田組が作った会社です。当時は桜田組の組員が動かしていましたが、徐々に一般人を社員に入れ、会社も大きくなりました。おかげで今は全員が一般人の健全な企業になりました。もちろん社長も一般人です。ただし会長は桜田組の組長がなさっていますが。そして俺はその会社で働いています。そこに今回新人として小林くんが入社してきました。俺は新人教育担当として小林くんほか新人についています。しかし他の新人はまだマシとしても、小林くんはどうにもなりません。どうにもならないというのは？敬語の使い方、電話の取り方、文章の書き方や一般常識、社会人としてのマナーも何も分かっていないのです。だから教育担当としては教えることが多く、小言も増えています。あんなのは教育でも何でもねえんだよ。単なる小うるせえジジイのたわごとなんだよ。この調子ですよ。これでは社会人としては使い物になりません。そういうことですか。そして断るごとに自分の父親が山田組の若頭だと言います。これでは一般社員は怖くて何も言えません。確かにその通りです。そして今日ですが、新人歓迎会でビールの飲めない部長のところに行ってビールを勧めたり、他の社員に絡んだり、女性社員にセクハラをしたりとやりたい放題です。そこでまたたしなめたのですが、酒を飲んでさらに言いたい放題です。酒は二十歳からだというと、中学の頃から飲んでいるからいいのだと言われ、それでも飲みすぎだから水を飲ませようとしたら、俺の足がもつれて彼の胸元にかかってしまったんです。何が足がもつれてだよ。あれはどう見てもわざとじゃねえか。そうだ、黙れ。そんな席で荒野さんがわざと水をかけるようなことをするはずがねえや。お前の勘違いだ。そんなことあるかよ。親父は見てなかっただろうが、あいつはわざと俺にかけたんだ。いや、お前の勘違いだ。親父、どっちの味方なんだよ。どっちのとかじゃねえや。荒野さんが言ってることの方が正しいっていうことだよ。そんなことあるかよ。それでその続きをお願いします。その程度で組を潰そうとは思わないはずだ。はい、水をかけたことはすぐに謝りましたが、気に入らなかったらしく、テーブルに置かれていたジョッキで俺のデコを殴りました。そして病院に行くと二針縫う怪我でした。なんてことだ。それはソータが完全に悪いや。すいません、この通りです。教育が行き届かず、荒野さんには嫌な思いをさせました。申し訳ねえ。そう言って土下座して謝罪を始めたのだったが、当の小林は土下座している若頭に対して、なんでそんなことをするのか笑うだけだった。おい、お前も謝るんだ。なんでだよ。俺に水をかけたんだ。謝る必要なんてねえだろうがよ。だいたいこっちは山田組なんだぜ。それがなんだ。山田組だからなんだって言うんだ。だってよ、山田組の若頭なんだ。怖がることなんて何もねえだろうがよ。それなのにどうしてそんなに頭を下げてるんだよ。これですよ。彼は断るごとに自分の父親は若頭だと言い、自分に盾つくなと周りをねじ伏せるんです。これでは会社の秩序が保てません。確かにその通りです。それに何よりよ、俺の孫のデコを割りやがったんだ。それが許せる話かよ。確かにその通りです。しかしそれで組を潰すというのは勘弁してもらいたい。組を潰すなと言われても他にどんな方法があるんだ。
あんたの息子が素人さんに偉そうに言うのはこの組があるからだろう。それなら山田組を潰しちまえば全ては解決するんじゃねえのか。二度と自分の親が若頭だからなんてことは言えなくなるじゃねえか。そりゃわかりますが、組を潰されたら組員が困ります。組員たちは何も悪くないんですから。その通りだよ。だが組がなくならない限りはどうにもならないだろう。こいつを辞めさせますから。会社を辞めさせればこんな問題はなくなると思います。確かに会社を辞めれば我が社としては問題が消えます。ですが他の会社に入って同じことを繰り返しますよ。それによ、俺の孫の傷はどうしてくれるんだよ。それは、若頭は苦しそうに床の一点を見ていたが、口を開くと小林が驚くようなことを言い放ったのだった。わかりました。これで抗争になれば怪我をする組員がたくさん出ます。そればかりか、組がなくなれば路頭に迷う組員も出ます。たった一人、俺の息子がバカなために組長や組員に迷惑をかけるわけにはいきません。だから息子を差し出します。どうかそちらの気の済むようにしてやってください。若頭、よく言った。よく言ったじゃねえや。そんなのあるかよ。差し出されたら俺はどうなるんだよ。奴らにボコボコにされるじゃねえか。なんだよ、親の権力がなくてもお前は強いんだろうが。それなのに何をビビってるんだ。ビビってなんかいねえや。ただなんで俺は見捨てられねえとならねえのかわからねえだけだ。不始末をしでかしたのがお前自身だからだ。お前のせいで組を潰すわけにはいかねえんだよ。その通りだ。よーし、わかった。ならば何をしても文句はねえな。文句がねえわけねえだろうがよ。やられてたまるかよ。そう言った途端に俺に向かって走り込み殴ろうとした小林だったが、桜田の幹部が取り押さえた。すると組長が、根性を入れ直してやれと声をかけ、小林はボコボコにされたのだった。はじめは必死に抵抗していた小林だったが、力の差が歴然であることを理解すると助けてくれと命乞いを始めた。しかしどんなに助けてと言っても誰も助けることはなかった。そんなに助かりたいか。助けてくれ。だったら金でケリをつけてやるよ。金ならいくらでも出す。だからやめさせてくれ。そうか、よしやめてやれ。はあ、助かった。よし、助かったところで金額だが、1億払ってもらおう。はあ、1億だと。いくらなんでもそんな額払えるはずねえだろうがよ。今のお前には無理だろうよ。だが借りれば払うことは可能だろう。借りる？ああ、その通りだよ。清流金融なら1億くらいあっという間に貸してくれるさ。そうか、借りて返済できなくても自己破産すればいいんだもんな。ああ、いいぜ、いくらでも払ってやるよ。よーし、おい、金田を呼べ。呼ばれた金田は待たせることなくやってきた。1億という金額を聞いても驚くことなく、簡単に桜田組の口座に送金したのだった。では借用書にサインもいただきましたし、行きましょうかね。は？行くってどこにだよ。返済してもらわないとなりませんから。安心しろよ、すぐに自己破産の手続きをするからよ。そうしたら払わなくても済むじゃねえか。そんなことをさせると思いますか。自己破産なんかされたらこっちは取りっぱぐれるんだよ。お前は借用書にサインしたんだ。ここにはちゃんと返済方法として清流金融が指示した場所で働くとあるんだ。覚悟して働くことだな。なんだよそれ。金田さん、こいつはどこに送り込まれるんで。サバイバルゲーム会場です。なんてことだ。なんだよそれ、なんでそんな反応するんだよ。ゲームとは言っても
あなたのような人を駒代わりに金持ち連中が遊ぶところです。そこは無法地帯ですからね。何が起こっても自己責任です。安心して好きなように暴れてください。よかったな、親の権力も届かねえところで自分の力を試せるじゃねえか。嘘だろ、無法地帯なんて冗談だよな。親父、冗談だろ。連れて行け。冗談であるはずはなく、連れて行かれる小林だった。俺は二度とこんなことのないようにと祖父に直談判した。入社試験の強化と家族調査の徹底をお願いします。またヤクザ絡みのやつが入ってきたんじゃ面倒事が増えるだけです。とは言ってもさすがに組長としてはそこまでしなくてもと尻込みしていた。これは社員を守るためです。いずれは上場したいんでしょ。だったらやるべきです。社員が安心して働ける環境を整えてこそ社員の本領が発揮されるんです。あんなバカなやつが会社に入ってきたらそれこそ社員のやる気は損ないます。これは会社のためです。俺はひたすら組長を口説き倒した。そのためなんとか俺の意向が通り、今後の新入社員に関しては徹底した調査のもと合否を決めることとなった。そのおかげで社内の空気はだいぶ改善された。何より小林がいなくなったことが大きかったとは思うが、その後会社は優良企業へと成長し、会社の口コミも高評価となり、面接志願者も後を絶たない状況となった。俺はひたすら社員のためを考えて行動したまでだ。ところがこれが社長の目に留まり、俺は取締役に名を連ねることとなった。しかしさすがにあまりに若すぎる取締役だけに、親の七光ならぬ祖父の七光になるのではないかと危惧された。そこはお前の実力でカバーすべきところだろう。人がどう言おうとお前がやるべきことをやったからこその出世だ。人の声なんか気にするな。祖父はそう言って俺の背中を押してくれた。おかげで今も仲間の力を借りながらいろいろなことに挑戦し続けている。それはひとえに社員のため、会社のため、そして将来この会社に入ってきてくれる新人のためだと俺は思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は岡本恵子。元レディース総長だった私は、その過去を夫に隠して結婚した。今は二人の子供も成長し、ごく普通の母として生活している。あれだけやんちゃしていた私が普通の母親になれるなんて夢にも思っていなかったが、それもこれも優しく家庭を大事にしてくれる夫がいるからだろう。その夫が家族旅行を計画してくれたのだ。そして今家族4人で旅行に来ているというわけだ。旅行も明日で終わりなんて辛い。高校1年の娘カエがそう言うと、高校2年の息子シュウがうなずいた。子供たちばかりか、実のところ私も同意見だ。お土産を見に行こうか。そうだな、会社にも持って行かないとならないしな。私もご近所に持って行かないと。こうして土産物屋を見て歩こうということになった。見ていると途中に古めかしいゲームセンターを見つけた。今時のゲームセンターとは違い、子供たちが知らないようなゲームが多数並べられていた。何これ、面白そうだな。母さん、俺たちはここにいるからさ、土産物見てきていいよ。子供たちはすっかり古めかしいゲームにはまったようで、ゲームセンターに吸い込まれていった。しょうがないわね、二人で見に行きましょうか。そうだな。夫と二人でその場を離れ、お互いに必要なお土産を見て歩くことにした。ところが、
それが子供たちの最大の危機になるとは全く思っていなかった。なんと私のいないところで子供たちはヤクザに絡まれてしまったのだ。やあ、お前らは観光客か？そう言って声をかけてきたのは二人のヤクザだが、その姿はヤクザというよりはチンピラという感じだ。息子と娘はまさかこんな温泉地でヤクザに会うなど思ってもおらず、礼儀正しく振り向き、はいと答えた。どこから来たんだよ。東京です。二人で来たのか？いえ、親と一緒です。その親はどこだ？今は土産物を見て歩いてるはずです。なるほどな、土産物か。そいつは大事だよな。ああ、温泉に来たんだからな。土産物を買うってのは大事な作業だぜ。二人はニヤニヤと笑みを浮かべてそう言ったそうだ。何かご用でしょうか？いや、何、随分と可愛いカップルだと思ってよ。こんな可愛いカップルが温泉なんかに来るってのはよくねえことだなって思ったのさ。ああ、僕たちは兄弟なのでその心配はないですよ。そのようだな。それにしても親が土産物見てるってのにお前たちはゲーセンかよ。はい、なんだか珍しいゲームがあったのでちょっと遊んでいこうかと思いまして、友達に土産話になると思ったものですから。しっかりしてる兄ちゃんじゃねえか。土産話ってのは大事だよな。じゃあ土産話に一ついいこと教えてやるよ。え、何ですか？俺たちはこの辺一帯を取り仕切ってる伊藤組のヤクザなんだよ。ああ、ヤクザさんですか。僕の住んでる町にもヤクザさんはいますよ。そうだろうな。どこにでもいるよな。だがな、大事なのはヤクザがいるってことじゃなくて、この辺を取り仕切ってるってことなんだよな。はあ、どういうことでしょうか。うちの組はよ、可愛い女を必要としてるんだ。え、可愛い女？ああ、それも若くて可愛けりゃ上物ってことでよ。組長もお喜びになるのさ。はあ、だったらここにはいないと思いますよ。はあ？お兄ちゃん、ここにいるじゃない。そうだよな。兄ちゃん、お前の目は節穴なのかよ。こんな可愛い女がいるのによ。妹は可愛くはないです。だからあなたたちが探しているような女性ではないです。鼻っ柱は強いし、性格は悪いし、可愛いなんてお世辞にも言えませんから。ひどい。お前は黙ってろよ。本当のことだろ。しばく。なかなか面白い兄弟じゃねえか。だがな、それは兄ちゃんの感想だろ。俺らからしたら十分可愛いと思うんだよ。ほらね、バカ。だからその妹を俺らに譲ってくれよ。女子高生なんてのはかなりの上物なんだからよ。そうはいきませんよ。妹を渡したら俺が100年先まで恨まれますから。すげえな、100年先も生きてるつもりかよ。ギネスもんだろうが。いえ、ギネスのご長寿は122歳なので、さすがにギネスには乗りませんね。そんなことはどうでもいいんだよ。妹を黙って渡せよ。ダメですよ、本当にダメです。可愛いなんてことはないんで、こんなのを連れて行ったら組長さんが怒りますよ。うるせえんだよ。俺らがいいって言ってるんだからよ。気にせずよこせ。ダメです。兄ちゃん、素直に妹をよこさねえとボコボコにされるぞ。え、これってやばい感じ？そうだよ、やばい感じだよ。だから黙ってろって言っただろうが。やだ、お兄ちゃん怖いよ。今さら遅いんだよ。ほらよ、妹をよこせよ。ダメです、妹を渡すことはできません。うるせえな。だったら痛い目見てもらうしかねえか。やめて、お兄ちゃんに何するつもりなの？
やめてほしけりゃお前から来いよ。やだ。だったら力づくしかねえだろうが。息子は必死に娘を守ろうとしたそうだ。だが息子が喧嘩したなんて話は未だかつて聞いたことはない。つまりボコボコにされるのは時間の問題ということだ。あらよ、まずは兄ちゃんからサンドバッグだぜ。そう言った男は息子の腹にパンチをお見舞いした。避けることもできない息子は見事にパンチを受け、あまりの痛さに腹を押さえた。すると今度は顔面に一発だ。ちょうどそこに私たちが土産袋をぶら下げて入っていったのだが、その光景を目の当たりにした夫は土産物を放り出すと息子に駆け寄ったのだった。あんた方なんてことをするんだ。この子はまだ高校生なんだぞ。こんなことをしていいと思ってるのか。父さん。なんだよ、親父の登場かよ。兄ちゃんをやっつけたら妹をいただけると思ったのによ。まったく邪魔しやがるぜ。妹、あんたら娘をどうするつもりなんだ。組長に上納するんだよ。女子高生なんてのはそうそう手に入らねえからな。冗談じゃない。俺の娘をあんたらのおもちゃにされてたまるか。へえ、かっこいいね。だがよ、あんたは見たところサラリーマンだろうが、俺らはヤクザなんだぜ。俺らに勝てると思ってるのかよ。あんたを乗したら娘と母親の二人をいただくことになるぜ。やめろ、二人とも渡さない。かっこつけてるけどよ、そんなの無理だろうがよ。何せヤクザと一般人だ。あんたが袋になるだけのことさ。じゃあ一丁サンドバッグになってもらいましょうかね。後であんたの大事な奥さんと娘をあんたらの見てる前でたっぷり可愛がってやるからよ。そんなことはさせない。俺がどんなことをしても守ってみせる。かっこいいね。でもそうはいかねえんだよ。男の拳が夫の腹部を捉えた。夫は体をくの字に曲げると腹を押さえた。たったこれだけでかなりのダメージを受けるのだから、負けるのは時間の問題だ。はいおい、そんな程度で痛そうにされたんじゃ、まるで弱い者いじめしてるみてえだろうがよ。もっと頑張ってくれねえとな。あまりにも格好悪すぎて離婚されちまうぜ。渡さない。絶対に二人を守るんだ。夫はそう言うと男をめがけて突進していった。まさにやけのヤンパチという突進の仕方に。突進された方の男はひるんだが、もう一人の男が夫の襟首をつかむと男から引き離し、顔面に拳を叩き込んだ。すると夫の体が空を切り床に叩きつけられた。それを見た私は我慢の限界を超えた。下っ端が。そう怒鳴ると男めがけて蹴りを入れた。まさか女の私から蹴りが飛んでくるとは思っていない男はそれを避けることができなかった。さらにもう一人には顔面に拳を叩き込み、馬乗りになって殴りつけた。お母さん、危ない。娘の悲鳴にも似た声が耳に飛び込み、私は男の上から転がり降りると、私めがけて拳を打ち込もうとした男のそれが、床の上で転がっている男の顔面に叩きつけられた。うわ、いつまで転がってやがるんだよ。間違えちまったじゃねえか。あの野郎、女のくせしやがって。女だからなんだってんだよ。こっちとら、元関東レディースの総長だった恵子姉さんだ。お前らのような中途半端な奴らに負けやしねえんだよ。何？関東レディース総長だと？私を倒したけりゃ本気になってかかってくるんだね。だがな、私の家族はお前らには絶対に渡さねえぞ。嘘だろ。おい、逃げるぞ。
男たちはそう言うと逃げていった。私は大きく息を吸うと息子と夫へとひざまずいた。あなた大丈夫？お前元レディース総長って。ごめんなさい、その通りなの。若い頃はかなりやんちゃしてて、あなたと出会った時はもうやめてたけど言えなかったの。言ったら嫌われると思って。でも今まで一度もそんなこと。言わずに済むならそれでいいかと思って。俺に嘘ついてたのかよ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。でももうこんなことでもない限りは喧嘩なんかしないし。喧嘩云々じゃないよ、俺に嘘をついていたことが問題なんじゃないか。お父さん何言ってるのよ。お母さんはお父さんに嫌われたくないから黙っていただけでしょ。それにお母さんが弱くて普通の母親だったら、今頃私もお母さんも大変なことになってたし、お父さんだってお兄ちゃんだって命がなかったかもしれないんだよ。それでもお母さんを責めるの？え、そうだよ父さん、母さんがいたからこそ助かったんじゃないか。それに昔の話だろ。何もそんなことで目くじら立てることはないじゃないか。感謝してもいいくらいだよ。ああ、確かにそうだな。すまない、ケイコ。すまないだけなの？ああ、ありがとう。なんか照れくさいな。うん、父さんが悪かったよ。ごめん、ケイコ。許してくれる？ああ、もちろんだよ。お前が強くてよかったよ。でも、俺と喧嘩した時に投げ飛ばさないでくれよな。しないわよ、そんなこと。こうして子供たちの応援を得て、なんとか喧嘩せずに済んだのだった。あまりに殴られたことで、一旦ホテルに帰り、休もうということになった。温泉にでも入って、傷を癒したかったというのもあるが、また家族が危険な目にあったらと思うと怖かったのもある。こうしてホテルに戻った私たちは、ホテル内にあるカラオケやゲームを楽しみ時間を潰していった。翌日は帰りがけに観光してキロに着く予定だった。ところがホテル内をのし歩くヤクザに遭遇してしまう。お兄ちゃん、あの人たちって。娘と息子たちがホテル内を歩いていると、遠くに見えたのがヤクザだったそうだ。その人数は昨日は2人だったのに5人に増えていた。お母さんに知らせなくちゃ。子供たちはキビスを返すと部屋に戻ってきた。お母さん大変だ、昨日のヤクザがホテル内をうろついてるよ。お母さん、ヤクザが増殖してる。増殖って、だって5人になってるんだよ。5人？ちょっと多いわね。それは私一人じゃ勝ち目はないわ。どうするのお母さん。心配する子供たち、そして夫。部屋に隠れていてもいずれは見つかるだろう。チェックアウトの時はきっとフロントあたりで待ち構えているはずだ。そうなれば家族を危険にさらすのは目に見えている。これはダメだと思った私は父に連絡することにした。電話を切り夫にすぐ来るそうよと伝えたが、いくらなんでもそんなにすぐに来れるはずないだろうと言う。確かにここは旅行先だ。スーパーマンでもない限りそうそう来れるものではない。あるいはドラえもんか。とにかく超人的な何かでなければ無理な話だと思うのが普通だ。それにお父さんが来てもどうにもならないだろう。あ、そうだよね。おじいちゃんじゃ逆に危ないよね。なんでおじいちゃんに連絡したの？事実を知らない家族からしたらそういう反応になるのはわかる。だが私からしたら父を頼るのが一番なのだ。とにかく逃げることを考えよう。そうね、チェックアウトの時間ではないから、あいつらもフロントを見てないだろうし。今が狙い目ってことだね。そういうことかしら。でも全員でフロントに立っていたら目につくから、お母さんがチェックアウトするわ。その隙に外に出ててくれる？
よし、わかった。俺が子供たちを連れて出るから、お前は気をつけろよ。うん、ありがとう。こうして二手に分かれることになった。だが、それは甘い考えだったらしく、相手もフロントを監視する奴を配備していた。私がフロントで清算していると、男たちがドヤドヤと集まってきたのだ。やあ、昨日の姉さんじゃねえか。見つかったか、と思いつつ、弱みを見せまいと私は振り返った。フロントでは、これはヤバい奴だと察したのか、私を見ている。こんなところで乱闘などできるわけはない。何？私に何か用かい？ああ、昨日のお礼がしたくてな。そんなことだと思った。礼には及ばないさ。あれだけのことをされたんだ。しっかりお礼を返さねえとよ。俺たちだって礼儀がないわけじゃねえんだ。私はため息をつき、どうしたものかと考えていた。どこかでこの状況を見ているはずの家族がいるのだ。ここで乱闘になれば、飛び出してこないとも限らない。そうなれば、家族を守りながらというのは無理な話だ。姉さんがここにいるってことは、姉さんの娘もまだホテルにいるってことだろう。さすがにあんたでも、五人相手は厳しいだろうよ。どうだろうね。五人程度なら負ける気はしないがね。強がるね。今日は昨日のようにはいかねえってのよ。喧嘩自慢が三人も追加されてるんだ。いくら関東レディースの総長でも無理な話だろ。それはわからないだろう。だがだ、今はチェックアウトのための清算をしてるんだよ。だから今すぐあんたらの相手をすることは無理なのさ。別に急ぎゃしないさ。こうやってるうちにあんたの家族があんたの帰りが遅いのを心配して降りてくるかもしれねえしな。そうなったらあんたをボコボコにしてるところをあんたのガキどもが見ることになるわけだよ。これはこれで卑怯ってもんだろう。そうかい。そういう趣味があるのか。おかしな趣味だね。フロントの担当者が警察呼びますかと小声で言ったが、ここで警察を呼ばれてもこいつらは逃げるだけだ。逃げて次に捕まるのは別のところだろう。こういう下っ端はしつこいものだと熟知している。私は大丈夫ですと笑顔を向けると、釣り銭を財布にしまい、ゆっくりと男たちへと顔を向けた。よう、終わったかよ。ああ、終わったよ。じゃあ俺たちに付き合ってもらおうか。どこに？どこに付き合ってほしいのさ。あんたをボコボコにできるところがいいな。こんなところで暴れたんじゃ、それこそ警察でも呼ばれかねねえや。そうなったら捕まるのはこっちだろうからよ。どうやらその辺のことは分かっているらしい。そうだね、ホテルとしてもヤクザ崩れよりは宿泊客を守るだろうからな。ああ、その通りだよな。このホテルの裏側なら人の目につかねえや。そこであんたをボコボコにしてやるよ。私は時間稼ぎが必要だと思っていた。いくら父の応援が来るとは言っても、たとえ来れるとしてもそれなりに時間が必要だろう。どうやって時間稼ぎをしたらいいのか。ありがたいことにこいつらは変なところで律儀らしい。普通に考えれば清算してるからって待ってくれるはずはない。そんなのは関係ないと言い張るだろう。だが待ってくれたということは、ちょっと待ってくれるか。なんだよ、まだ待てってのかよ。そうだよ、トイレに行きたいんだ。待ってくれてもいいだろうが。トイレだ？なんだよ、お前たちと戦ってる時に漏らしてもいいのかよ。女にそんな恥をかかせよってのかよ。姉さんが恥をかくくらいは気にはしねえや。さすがにしょんべんで濡れた体に抱きつかれるのは嫌だろうが。確かにな。早く行ってこいや。ただし逃げようなんて思うなよ。思わねえや。思った通り、トイレタイムを信じた男たちだった。私は再度父に連絡した。お父さん、
奴らに捕まったんだけど、いつ頃来れる？稽古か、あと5分とせずにホテルだろう。応援部隊がそっちに向かってるからよ。そっか、5分引き延ばせばいいのね。お前なら5人くらいはいけるだろうが。さすがに現役離れてるから厳しいよ。そうか、そういうもんか。まあ時期に到着するから頑張れ。悠長な父の言いように苛立ちはあったものの、それだけ私を信頼してくれているわけだ。だがいつまでもトイレにこもっていて、家族が見つかれば叩きのめされるのは私ではなく家族になる。3分、この辺が限界かな。その時娘から LINE が来た。お母さん大丈夫？大丈夫よ、ちょっと時間稼ぎにトイレに入っただけ。時間稼ぎ？そう、ちょっとね。これも作戦。そっちは大丈夫？うん、見つからないように影から見てるけど、奴らトイレを凝視してる。そっか、そろそろ出るわね。長いこといても変に思われるから。それと黒いスーツの男性が団体で来るから、その人たちはお母さんの知り合いだから怖がらずに来たら裏庭だって教えてあげてくれる？うん、わかった。みんな黒のスーツ？そう、多分前ボタン外してると思うわよ。そのスタイル流行りなの？そうかもね。私は娘に不安を与えないように明るくそう言ったが、実のところ緊張気味だ。この間は二人だったし、緊張するまでもなく乱闘になった。しかも怒りが先だったからどうも思わなかったが、今回はそうはいかないのだ。緊張するだけの時間はある上に、相手は5人なのだから。だがそんなことは言っていられないこの現実。私は大きく深呼吸するとトイレから出た。するとトイレの前に男たちが立っていた。ちょっとトイレの前に立ってるとかいやらしいんだけど。しょうがねえだろうが、てめえが逃げねえように見張ってたんだからよ。逃げないって言ったでしょ。こうして男たちに囲まれるようにして裏庭へと連れて行かれたわけだ。さて、私と男たちが移動すると、間もなく黒いスーツの男の軍団が現れたという。男はその軍団を見ると駆け寄ったそうだ。あの、母のお友達ですか？ん？あんたは？岡本恵子の娘です。母が黒いスーツで前ボタンしてない軍団が来るって言ってたんですが。かえ、どうしたんだ？この人たち、お母さんの友達だよ、多分。あの、どちら様で？俺たちは清流組のもんだ。あんたの妻は清流のお嬢か？清流、確かに妻の実家の苗字は清流ですが、お嬢はどこにいる？え、お嬢？裏庭、男の人たちに連れて行かれたんだよ。わかった、あとは任せな。そう言うと男たちは裏庭へと走っていった。それを見た娘と息子は、これは普段見れないものが見れると急いで裏庭へ走った。そんな子供たちを追いかけるようにして夫も急いだそうだ。裏庭に着くと、私一人対ヤクザ5人の乱闘が今まさに始まろうとしていた。さて、ここなら人の目にはつかねえだろう。あんたをボコボコにしてやるから覚悟することだな。女一人に男5人とは全く情けないね。恥ずかしいとは思わないのかよ。そんなことはどうでもいいんだよ。とにかくあんたを殴り飛ばして、あんたの娘をいただくんだからよ。そんなことさせるわけないだろ。さあ、それはどうかな。いくらあんたが元関東レディース総長でも、俺らに勝てるとは思わねえや。さあ、ボコボコになる覚悟はできたんだろうな。そう言うと男たちは指を鳴らし、首を鳴らした。早く来てくれないかな。さすがにやばいって。そう思った時だった。走ってきた黒いスーツ軍団が目に入った。そして、その後から来るのは、娘と息子。
果ては夫まで。お嬢に何してやがる。先頭を走ってきたスーツ軍団がそう怒鳴った。え、お嬢？スーツ軍団が私の前に立つと、あとはお任せください。そう言った。娘は私にしがみついてきたが、どうも怖くてというわけではなさそうだ。何これ、めっちゃかっこいいんだけど。お、娘よ。おい、てめえら、このお方が青龍組のお嬢だと分かってのことか。ああ、これ完璧夫にバレるやつ。何？青龍組のお嬢だと？その通りだ。お嬢に喧嘩なんか売りやがって、てめえらどうなるかは覚悟の上なんだろうな。マジかよ、そんなこと聞いてねえぞ。ああ、そうかい。そいつは残念だったな。こちらの家族は青龍組本部組長のご家族だ。てめえら今日が命日だと覚悟しろ。嘘だろ、やべえよ。しょうがねえだろ、こうなったらやるしかねえんだから。応援に来てくれた幹部連中だが、ここまで来て相手が命乞いしたところで助かるはずはない。何せお嬢の家族が危険だということで助けに来たのに、相手が命乞いしたので助けましたなんて、そんなのが通るはずないのだから。ああ、今日が命日だね。私はそんな気持ちでこの乱闘を見ていた。娘と息子はワクワクしているらしく、娘なんかはキャーキャー歓声を上げている。この子は全く血は争えないか。息子の方はワクワクはしているものの、自分が殴られたら嫌なタイプらしく、見るのはいいがやるのは嫌という感じだ。そんな私たちを見ていた夫が私の腕を引っ張った。これはどういうことなんだ。お父さんの部下。え、お父さんの部下って、だってお父さんって会社員だろ。ヤクザ。嘘だろ。実は青龍組の組長で、関東でも一二を争う大手ヤクザ。大手企業みたいだね。似たようなものかもしれない。だからおじいちゃんに連絡したの。そういうこと。でもどうして関東にいるはずのおじいちゃんに連絡して、こんなに早くに助けが来たの。それはね、おじいちゃんの組織は大きくて日本中に分家があるのよ。だからどこにいてもおじいちゃんに助けてって言えば、こうして助けが来るの。すごくない？すげえ。おじいちゃんってそんなにすごい人だったのか。そう、実はめちゃくちゃすごい人。娘と息子は父がめちゃくちゃすごい人だということでかなり興奮気味だが、夫はまだ隠し事があったのかよ、としゃがみ込んでしまった。でもいいじゃん、このくらいの隠し事。夫婦なのに隠し事はダメだろ。ごめんなさい。だったら昨日の段階で全部言ってくれたらよかったじゃないか。そうよね。なんで言わないんだよ。言わずに済むならその方がいいかと。またかよ。お父さん、何言ってるの？おじいちゃんがヤクザだからこそ今日だって助けてもらえるんだよ。これがお父さんの方のおじいちゃんとおばあちゃんだったらやられるだけじゃん。そうだよ、お父さんの気持ちもわからなくはないけど、助けてもらってるんだから文句を言うのは違うと思うな。だがさすがに。ごめんなさい。お父さん小さすぎ。こんなに強い味方がいるのに文句なんてないじゃん。そう言っている間にも、相手ヤクザはどんどん倒されていく。そりゃそうだろ、青龍組の幹部なのだから負けるはずはないのだ。まあそうだな、助けてもらってるのに文句なんかないよな。うん、わかったよ。子供たちに怒られた夫は納得しないわけにはいかなかった。でももう隠し事はないよな。もしあるなら今のうちに教えておいてくれよ。じゃないと寿命が縮む。ないから大丈夫、もうここまでよ。ならいいが。こっちの話に決着がついた頃、ヤクザ同士の喧嘩も決着がついたようだ。お嬢、終わりました。そう言ってスーツの幹部たちが頭を下げてきた。ありがとう、とっても助かったわ。いえ、
お嬢ご一家がご無事でよかったです。かっこいい。うん、かっこいい。憧れるな。さっきのヤクザとは大違いだ。ありがとうございます。ですが、某、ヤクザにはならねえ方がいいですよ。大丈夫。この子は殴られるのは嫌いだから。ありがとうございました。いえ。ところで、こいつらってどうするの？こいつらは組の資金に使います。ちょうど欲しがってるところがあるんで。どこが？そうですね。地下競技でも人が足りてないんですが、こいつら弱いですからね。資金にもならなそうなんで、研究用ですかね。研究用って何？あんたは知らなくてもいいのよ。はは、薬を作るために力を貸してもらう人たちですよ。そうなんだ。お前の頭って本当に平和だよな。ではこいつらを連れて行きますので、お戻りになったら組長によろしくお伝えください。うん、ありがとう。幹部たちが引き上げていくと、私たちもホテルから出たのだが、娘はいつまでも、ああいう人たちが研究のお手伝いをするんだね。力を貸すって言ってたけど、力仕事なのかな。でもそれで組の資金ってなんだろう。そう言っては疑問をぶつけてきた。片や息子は分かっているようで、やっぱりヤクザなんだね、あれは怖いや、と感想を述べていた。どうやら息子がヤクザになることはなさそうだ。あなた、本当にごめんなさい。ああ、もういいよ。俺はちっとも、お父さんがヤクザだなんて知らなかったんだ。こんなに長い間、わからなかったってことは、お父さんも気を使ってくれてたってことだよね。うん、かなりね。俺は幸せな婿だと思うよ。そう言って笑っていた。その後、関東に戻った私たち夫婦は、父に礼を言いに、組事務所に足を運んだ。すると、夫を見た父が頭を下げてきた。申し訳ない。あんたをずっと騙してきた。だが、悪気があったわけじゃねえんだ。娘の好きな人だから、なんとか添い遂げてほしいと思ったんだ。父は必死に私のために頭を下げ続け、その胸の内を話してくれた。大丈夫ですよ、お父さん。驚いたのは本当ですが、あの時助けてもらわなかったら、俺たち家族はどうなっていたかわかりません。恵子が元レディースというのも驚きましたが、これもまた恵子がいてくれたからこそ、子供たちが助かったんです。そう思ってくれるか？はい、もちろんです。元レディースであれ、青龍組のお嬢であれ、恵子は恵子ですから。ありがとうよ。あんたならきっと分かってくれると思ったよ。これからもよろしく頼むよ。こちらこそよろしくお願いします。夫も父も何度も頭を下げていた。これでもう嘘をつき続けることはないし、夫を騙し続ける必要もなくなったわけだ。そう思うとなんだか心が晴れたような気がした。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は青葉恭平。23歳の俺は社会人1年生だ。そんな俺の父親は中学を卒業してすぐにヤクザ社会に身を投じたという。だから俺にもヤクザになって欲しかったらしいが、俺はヤクザ向きの性格ではないため、丁重に断った。そんな俺と親父の関係は案外良好だ。男同士ということで、あまり会話はないものの、たまに一緒に食事することくらいはある。この日も親父から高級焼肉を食べないかと誘われ、俺はタダでうまいものが食えると喜んで店に行った。ところが、店内を見回しても、親父の姿が見当たらない。いつも忙しい人なだけに、きっと遅れてくるのだろうと思い、俺は席について待つことにした。ところが運悪く、ヤクザの二人組が入店してきたのだ。俺はどういうわけか、この手の奴らに因縁をつけられやすい。過去にも何度となく、
因縁をつけられ殴られたこともある。ああ、またかよ。こっちに来るなよ。そう祈るしかないわけだ。だから、とにかく目を合わせないように、あさっての方向を見るか、スマホを見ている風を装うことにしている。それなのに、今回もどうしてか、奴らは俺を見ると近寄ってきたのだ。そして言われたのが、何しかとこいてんだよ。ということだった。ヤクザの方へ視線を向けていれば、見せ物じゃないと言われ、見ないようにしていれば、しかとしていると言われる。だったら俺はどうしたらいいのか。お面でもつけていればいいのかと思うが、そんなことをしたらきっとふざけてると言って、またしても因縁をつけられるのだろう。仕方だなんてとんでもない。連れが来るのを待っているだけなんですから。連れね。本当に連れが来るのを待ってるなら、入り口の方を見てるもんじゃねえのかよ。お前は俺らと目を合わせねえようにしてたんじゃねえのかよ。その通りだ。目なんか合わせた日には何見てんだよと言われるのは分かっているのだから、合わせないに越したことはないと思ったのだ。それが逆効果だなんて誰が思うよ。そんな、目を合わせないようになんて全く考えていませんよ。俺はにっこりと笑顔を作ってみせた。俺からしたら最高の笑顔のつもりだった。ところが、何人をバカにしたように笑ってやがる。てめえ、ガキのくせして俺らをバカにしてやがるのかよ。何をしてもダメじゃないか。どうしてこうも裏目に出るのか。今日は薬日だろうか。バカになんてしてませんよ。てめえはよ、俺らが入ってきた時からやばいって顔してたよな。なんでそんなことがわかるのだろう。目があったわけでもないのに。そんなことありませんよ。ほう、そうかい。だったら俺らの勘違いってやつだな。それでよ、兄さん。なんで焼肉屋に来て肉を焼いてねえんだ。連れが来るのを待ってるからです。来たら一緒に食べようと思って。なるほどな。連れっていうのは女なのか？いえ、父親です。なんだよ、女じゃねえのかよ。つまんねえやつだな。俺だって、できることなら彼女と食事がしたい。だが、未だに彼女ができないのだから仕方がないのだ。まあ、この顔じゃ、女がいねえのもうなずけるけどな。そうですね。作り笑顔でやり過ごそうとは思うものの、さすがに気にしていることを言われると、表情が硬くなる。何せ俺は、父親に似て、あまり美形とは言えないのだ。今後、さらに父親に似たら、俺の顔は、きっと鬼瓦のようになるのだろう。そう思うと、お先真っ暗だ。まあ、しょうがねえよな。親からもらった顔なんだからよ。そこは諦めるしかねえや。ところで兄さん、こんなところに親父さんと飯ってことは、親父さんは結構な金持ちなのか？え？金持ちかと聞かれたら、確かに金持ちだろう。何せ、青葉組の組長なのだから。だが、それをこいつらに話したところで余計に絡まれそうだ。どうでしょうか。親の金については興味がないのでわからないですね。俺は無難な回答を出したつもりだった。親が金持ちかどうかくらいはわかるだろうよ。家がでかいとか何を買うにも金の話をされるとかよ。小遣いが少ないとか多いとかでなんとなくでもわかるもんだろう。あ、俺は会社員ですから、親に小遣いをもらう立場じゃないんですよ。おお、そうかい。なんだよ、会社員だったのかよ。ってことは、兄さんの財布にはそれなりの金が入ってるってことか？いや、
しがないサラリーマンですから、そこまでの金は入ってませんよ。そんなに謙遜するなよ。あのよ、俺らもうまい肉が食いたくて来たんだよ。だがな、俺らの財布にはそこまでの上等な肉を食べるほどの金がねえんだ。だから、こっちにちょっとばかり融通してくれねえか？え、だから、そんなには持っていないと言っているのに。全く人の話を聞かない人たちだ。いや、聞いているのかもしれないが、きっと無視しているのだろう。なあ、せっかくじゃねえか。高級店に来て最低ランクの肉なんか食いたくはねえだろ？そうですね。そうだよな。だからよ、融通してくれよ。俺は心の中で早く親父が来ることを祈っていた。とにかく親父さえ来てくれたら、この難局をやり過ごすことができるのだ。それなのに、一向に親父の姿が見えないと来ている。俺はチラチラと入り口に目を向けながらも、ヤクザたちの言葉を聞いていた。なあ、財布出せよ。どうせ親父さんが来たら金持ってるわけだろ。ならよ、兄さんの財布に入ってなくても問題はねえだろ。確かにその通りだが、ここで財布を渡したらどうなるか。そんなのは火を見るよりも明らかだ。いえ、そんなにないんで。ないから親と一緒に食事して、今日の飯代を浮かそうかと思っているんですから。なんだよ、情けねえな。そんなだから女が寄りつかねえんじゃねえのか？それはあんたらも同じだろう。とは思うが、言えるはずはない。殴られることだけは避けたいのだから。何せ俺は喧嘩なんてしたことがない。殴られたことはあっても、殴り返したことがない。つまり、やられるとしたら一方的ということになるのだ。兄さんよ、早いとこ財布を出しなよ。さっさと出せば痛い思いをしなくて済むんだ。出さねえと痛い思いをすることになるだろう。俺が言ってることの意味はわかるよな。わかる。それはわかりすぎるほどよくわかる。ほらよ、俺らが有効活用してやるからよ。さっさと出せよ。それとも一緒に食うか？もちろん兄さんのおごりだけどな。なんなら親父さんのおごりでも構わねえぞ。俺らは食えりゃいいんだからな。できればここに女がいてくれたらもっといいんだけどよ。見渡したところ若い女ってのがいねえんだ。残念だよな。肉を食って女を食うことができれば最高なのにな。なあ兄さん、そう思うだろ。俺としては肉が食えればそれで満足だ。それよりこんな奴らに絡まれないことが一番なのだ。なんでこうも絡まれるんだろうな。俺は考えても仕方のないことを考えながら体を小さくしていた。親父は俺のこういうところがつけ込まれるゆえんだと言うが、喧嘩したことのない俺の気持ちなんて誰もわからないだろう。兄さんは財布を出すより一緒に飯を食った方がいいらしいからな。肉を注文してガンガン焼くことにしようぜ。ちょっと待ってください。それは困ります。なんだよ。兄さんちゃんと喋れるじゃねえか。そうやって自分の意思はしっかり話さねえとな。とは言っても、そんなのは聞かねえけどよ。困ります。財布も渡せないけど、一緒に食べるのも困るんです。あ？どっちもなしってのはねえんだよ。ヤクザはそう言うと、俺の頭を七輪の網に押し付けた。まだ火が入っていないからよかったが、これで火が入っていたらと思うとゾッとする。ガキでストレス解消だ。よし、
このまま火を入れるように丁寧に言うか。七輪に火つけろ。やめて。まさか本当に火をつけるわけはない。それはわかっているが、こうなるとパニックだ。それにこの状況を見ている店員たちだって近寄ろうともしないのだから、俺はなんとかヤクザから逃げようと必死にもがいていた。だからさっさと財布を出せばよかったんだよ。その時俺のスマホが鳴った。待ってください。電話です。父からかも。俺は父親からの電話なら助かるかもしれないと必死に頼み込んだ。するとヤクザの方も父というカモからの電話とあり、出ろと言ったが、七輪に押し付けられた顔はそのままだ。父さん、どこにいるんだよ。ああ、すまんすまん、会議が長引いちまった。父さんが来ないからヤクザに殴られて七輪に顔を押し付けられてるんだよ。早く来て。何？七輪に？そいつに代われ。父が電話を代われと言っています。へえ、度胸である親父じゃねえか。俺の頭を押さえつけていたヤクザが俺の頭から手を離すとスマホを奪い取った。おい、さっさと来ねえと、てめえのガキが火あぶりだぞ。俺なら駐車場にいるぜ。お前ら今すぐ来いや。息子にやってくれた分利子つけて返してやるからよ。駐車場かよ。だったらさっさと店に入ってこいや。早くしねえとてめえのガキがどうなるかわからねえぞ。殴り合いなら外の方がいいだろうが、店の中じゃまともにてめえらを成敗できねえや。俺らを殴るつもりかよ。それはいくらなんでも無理だろうが、なんせ俺らはヤクザだからな。ヤクザはそう言って笑っていた。おう、そうか、よくわかったぜ。そう言うと電話が切れた。ヤクザたちは切れた電話をテーブルの上に放り投げると、何を偉そうに言ってやがる。腰抜けが電話越して来いと言われてもよ、いけるわけがねえだろうに。そんなに腰抜けだったか。こいつの親父だぞ、腰抜けに決まってるさ。男はそう言って笑うが、俺の父親が腰抜けのはずはない。ところが電話を切った父親はなかなか姿を現さない。一体何をしているのかと俺は店の入り口を見つめていた。男たちは父をバカにして笑っているのだが、こっちは生きた心地がしないと来ている。なんだよ、やっぱり来ねえや。駐車場にいるとか言ってたが、どこの駐車場なんだろうな。それともてめえの親父は自分のガキを見捨てたのかよ。ガキがどうなっても構わねえのかもな。かわいそうな息子だぜ。そんなことはない。父がそんなことをする人ではないことは俺が一番よくわかっている。だがそれにしても遅い。そう思っていると、電話を切ってから5分後、店の入り口に立ち店内を見回している父の姿が目に入った。もちろんテーブルに二人のヤクザがいるのだし、その二人が俺のそばに立っているのだから目立ったことだろう。そのためまっすぐに俺のテーブルへと歩いてきた。父さん、助かった。おい、てめえら、俺の息子に何してくれてんだよ。そう言って二人のそばに立った父親はいつも以上に大きく見えた。二人の男は父の威厳たっぷりの姿に多少たじろいだようだったが、所詮は一般人だと思ったのか脅しにかかった。あ？なんだよ、やっと来たのかよ、遅いんだよ。てめえらと約束した覚えはねえぞ。俺らとはなくてもガキとは約束してるんだろ。それならさっさと来てやらねえと
あんたのガキが痛い目に遭うってことだろうが。まさかチンピラに絡まれているとは誰も思わねえだろうが。誰がチンピラだよ。お前らだよ。俺らはチンピラなんかじゃねえや。俺らはな、ヤクザなんだよ。誰もが泣いて怖がるヤクザ様だ。何がヤクザ様だよ。弱い者にしか威張ることができねえ半端野郎じゃねえか。なんだと？それが証拠に、そんな弱そうな息子をターゲットにしたんだろ。息子ならどう見ても弱い。自分たちの言いなりになる。そう踏んでんだろ。確かに息子だけなら、お前らの思った通りだが、その後ろには俺がいるんだよ。残念だったな。へっ、てめえがどれくらいのもんか知らねえが、所詮は一般人だろうが。一般人に怯える俺らじゃねえんだよ。そうかい。それで、どうして俺の息子にちょっかいかけてるんだ？別にちょっかいじゃねえや。あんたの息子がいたからよ、友達になりたいと思ったのさ。特に、あんたの息子の財布とな。なるほど。金目当ての貧乏ヤクザか。何？なんだよ。事実そうだろ。貧乏だからこんな若い奴をビビらせて、金を巻き上げようとしてるんだろうが。そんなことくらいしかできねえ。クソの役にも立たねえ奴らってことだ。バカにするのも大概にしろよ。バカにされるようなことをしてやがるからだろうが。しかも、俺の息子の顔をシリに押し当てたって。こいつは傷害罪だよな。ヤクザに傷害罪も何もあるかよ。そんなものが怖くちゃ外なんか歩けねえんだからよ。なるほど。悪さばかりしているからその程度のことくらいじゃ怖いとは思わねえってことか。少しは怖いってことを知った方がよくはねえか。特に俺の怖さは知った方がいいな。何がてめえの怖さだよ。一般人の老いぼれがよ。くだらねえこと言ってねえで財布を出せや。こんな高級店に肉を食いに来るんだ。財布の中にはたんまり入ってるんだろ。残念ながら俺は現金は持ち歩かないのさ。入っているのは数千円程度だ。お前らの財布と大差ないのさ。は？ってことはガキに抱かるつもりだったのか。最低な親父だな。お前らカードってものを知らねえのか。ああそうか。お前らみてえな最下級ヤクザはカードが持てねえのか。申請が通らねえもんな。 うるせえや。俺は現金主義なんだよ。現金主義といえば聞こえがいいだけだろうが。俺らに逆らいやがって。面白くねえ親父だな。お前らを笑わせようとは思っちゃいねえよ。は？まったく口の減らねえ親父だぜ。口が減ったら飯が食えねえだろうが。うるせえんだよ。現金がないなら一緒に飯を食うだけだ。なあ親父さんよ、俺らは腹が減ってるんだ。さっさと注文して食おうじゃねえか。誰がてめえらと飯を食おうと思うんだよ。ふざけたことを抜かしてんじゃねえや。何？そんなこと言っていいのかよ。あんまり調子乗ってると痛い目見ることになるぜ。ほう、そいつは楽しみだ。どんな目なのか見せてもらおうじゃねえか。怖いもの知らずな野郎だな。俺らに勝てると思ってるのかよ。うるせえや。痛い目ってのが見てみてえからよ。表に行こうじゃねえか。よし、いいだろう。表に出てやるからよ。覚悟しろよ。男はそう言うと、父を押しのけるようにして表に出た。それに続いて、父と俺も外に出ようとしたのだが、なぜか男たちは入り口で足を止めた。おいおい、詰まっちまうだろうが。さっさと出ろよ。だが男たちは出ない。
一体どうしたのかと思ったら、外には黒いスーツの男が二人、黒いサングラスに細いネクタイ、ボタンを開けて手をズボンのポケットに突っ込んでいる。どこからどう見てもザ・ヤクザだ。自分たちより強そうなヤクザの姿を見て固まった男たちだったが、父は面白そうに男たちの尻を蹴った。さっさと出ろって言ってんだろうがよ、邪魔なんだよ。蹴られた男は数歩前に飛び出した。その顔には父への怒りは消え、やばいという感じだ。組長、お疲れ様です。ああ、ご苦労。え、組長。どういうことだよ。そういうことだよ。いや、わかんねえよ。頭の悪い野郎だな。この二人は俺の組の幹部だよ。組の幹部だと？ということはあんた。俺は青葉組の組長だよ。てめえらが痛めつけてくれた息子は、組長の息子ってことになるよな。なんで飯を食うだけで、幹部が来るんだよ。てめえらが俺の息子を痛めつけてると聞いてな、幹部を呼んだんだよ。俺が一人で倒すこともできるがよ。拳が怪我したら痛いだろうが。俺はそういうのは好かねえんだよ。嘘だろ、青葉組の息子。そんなすげえのがどうして一人で座ってたんだよ。そうだよ、青葉の息子なら護衛がいるはずだろうが。組長の息子だからっていつまでも護衛なんかつけねえや。だからわからねえんだろうがよ。それは同業者のためにもつけるべきだよ。悪さしようとしなければ何の問題もねえだろうがよ。まったく自分勝手なことばかり言いやがれ。組長、こいつらはどうしましょうか。そうだな、俺の息子の顔を七輪で焼こうとしたんだ。ただじゃ済まされねえや。あ、青葉とは知らなかったんだ。知ってたらこんなことはしなかったんだ。青葉の息子だろうと素人だろうと、そんなのは関係ねえだろうが。問題はてめえらがそういうことをしてるってことだよ。それが俺の息子だったってだけのことだ。おい、どうするよ。あ、青葉組だからって勝てねえわけじゃねえや。たかが二人だろうが。どうせこのジジイは格好つけてるだけで、所詮はジジイってことだろ。だよな。だから幹部を呼んだんだろうからな。ああ、そういうことだな。男たちは幹部の二人くらいならどうってことはないと思ったらしい。だが、下っ端ヤクザが勝てるような相手じゃないことは、喧嘩をしたことのない俺にもわかる。無謀としか言いようがない。ちなみに、父親一人でも十分勝てる二人組だ。実のところ、どうして幹部を呼んだのかは不明だった。後に聞いたところによると、本気で怪我したら痛いから、という理由だったのには驚いたが。男たちは戦ってやるという意志を固めると、急に強がり出した。青葉が何だってんだよ！こっちは山田組だぞ！それを聞いた途端に、父親が大笑いだ。何がおかしいんだ！いやいや、すまんすまん。意気がってるが、所詮は小物だと思ってな。山田ごときが青葉に勝てるわけもねえのに。しかも山田の下っ端だろうが。それで意気がってるのが笑えてな。何？確かに山田は小さな組織だが、やってやれないことなんてねえんだよ。認めるのか、自分の組織が小さいってことをよ。そこのところだけは大したもんだと思うがな。どんなに意気がっても青葉の幹部に勝てるはずはねえや。くそ！そうやって笑っていられるのも今のうちだ。知ってっかよ、急須猫をかむってんだ。ほう、大したもんだ。そんな言葉を知ってるのか。だがお前たちがその言葉の意味を知ってるのか。知ってら！
ということは、お前らは所詮ネズミだってことを認めたってことだな。あ、なんだよ、カッコつけて知らねえ言葉を使うから、またバカにされたじゃねえか。なんだろうか、こいつらはヤクザになるよりお笑いに進んだ方がいいんじゃないか。そう思えるほどにバカすぎて面白い。さすがにこの状況なのに、力のない俺でも笑いがこみ上げてくるのだから。やってやる。てめえらに命乞いをさせてやる。そういう二人だが腰が引けている。これはもうやらなくても勝負は決まったようなものだ。なんだかバカバカしくなってきたな。こんな弱い連中とじゃ、青葉の名に傷がつくだけだ。うるせえ、勝負だ。もういいや、やめとけ。誰がやめるかよ。だったら面倒だから、お前らの組織を潰してやるか。なんだと。山田組なんてのは青葉にかかったらひとひねりだ。どうせお前らのような連中がたくさんいるんだろう。だったら組織ごと潰した方が面倒がなくていいや。なんでそうなるんだ。知るかよ。本当に潰されたら大変なことになるぞ。そうだよな、本当に潰されたら大変だ。だからやめておけ。二度としねえって約束するなら、今回のことは見逃してやるからよ。どうするよ。ここで逃げたら、それこそ松代までの恥だ。やると決めたらやるんだよ。そうだよな。二人はそう決めると、幹部めがけて拳を繰り出した。だが、青葉の幹部が負けるはずはない。ちょっと体をずらして、膝蹴りを腹にかました。もう一人は繰り出してきた腕を取ると投げ飛ばした。投げ飛ばされた体は空を切り、アスファルトの上に叩きつけられた。なんだ、一撃で終わりか。これはあっけなさすぎるだろう。くそー。悔しそうにうめくが、受けた一撃はかなりのようで、体を起こすことができないでいた。さて、息子の顔に傷をつけたんだ。本来なら許せねえところだが、二度とやらないと誓うなら許してやるよ。まだ終わっちゃいねえや。ほう、なかなか根性があるようじゃないか。だが、終わりなんだよ。父はそう言うと、男の腹に蹴りを入れた。アスファルトに投げつけられた男は、やっと立ち上がると、刃を握りしめ、折れ目がけて突進してきた。男は、組長や幹部は倒せなくても、俺なら倒せると思ったのだろう。さらに言うなら、一人でもいいから、一矢報いたいというところなのだろう。だが、それに気がついていない俺だったが、父は違った。瞬時に男に飛び蹴りをかますと、その手に握られていたものを叩き落とした。そして、さすがに俺に刃を向けたことは許せないとばかりに、男を殴り飛ばすと、何度もその顔面に拳を打ちつけ、倒れ込んだ男の喉元を踏みつけた。おかしな声を発した男は、息ができないのか、体を痙攣させていた。バカ野郎が、俺の息子に手出ししてんじゃねえや。せっかく許してやろうと思ったのに、こんなことをされたんじゃ許すことはできねえや。息子の顔に傷をつけたんだ。慰謝料を払ってもらおうか。慰謝料？俺たちは金がねえんだ。そんなの知るかよ。父はそう言うと、男の脇腹を蹴り上げた。てめえらに金があろうがなかろうが、そんなことは関係ねえんだよ。さっきまでは許してやろうと思ったがよ、ここまでされて許しましょうなんてことは絶対にねえや。慰謝料で済ましてやるって言ってんだ。なんとしてでも払うんだな。い、
一体いくらだよ。そうだな、一人5000万だ。5000万なんてあるはずない。だったら山田の組長に頼むか。そうなったらこんなもんじゃ済まねえだろうな。息の根が止まるほどの苦しみが待ってるだろうよ。組長はダメだ。組長に知られたら大変なことになる。だろうな。だったらどうすんだよ。払いまう。え？あらわないのごろられる。喉を潰されたことがよほど答えているのか、男はそう答えた。すると、もう一人も確かにそうだと思ったのだろう。うん、うんとうなずき、払うと答えた。こうなればやけくそ、というところだろう。だが、5000万なんてあるはずもない。さて、この二人はどうするのだろう。よし。じゃあ、今すぐ払え。かなりの無茶ぶりだ。今すぐって、さすがに、ここにそんな大金はないですよ。だったらどこにあるんだ。そんな、すぐには、1週間ほど待ってくれれば。待って金ができるとは思わねえや。借りてでも払うべきだろうが。借りる。ああ、こういう時のための金貸しだろ。それは、ちょっと、後が大変だから。そんなこと知るかよ。俺には関係ねえんだよ。それとも、てめえらの命でケリをつけるか。命で？ああ、5000万の生命保険をかけるんだよ。その代わり、いつあの世に送られるかは、誰にもわからねえがな。借ります。借りてでも払いますから。よし。だったら川沿いの川田を呼んでやるよ。あの、せめて清流に。すまねえな。俺は川沿い一本なんだよ。その方が金利が高くて、お前らの負担も増えるだろ。そんな。おい、川田を呼んでやれ。父がそう言うと、幹部の一人がスマホを取り出した。内容を話すとすぐに来るという。すぐに来るってことだ。よかったな。その言葉の通り、黒塗りのワゴン車がやってくると、中からスーツの男が降りてきた。お待たせいたしました。お電話いただきましてありがとうございます。よう川田さんよ。待ってたぜ。景気はどうだい？はい。おかげさまで順調でございます。そいつはよかった。今日はこいつらに5000万ずつ貸してやってほしいんだ。送金先は青葉組でよろしいでしょうか？ああ、そうしてくれ。すると川田は同行してきた部下にすぐに送金するように命じた。自分はというとタブレットを取り出し、二人にサインを求め出した。では、すぐに送金いたしますので、その間にこちらにサインをお願いしますよ。これは？借用書と生命保険の加入申し込み書です。生命保険？万が一の保険ですよ。急に病気になることもあるじゃないですか。それであの世に行かれたんじゃ、こちらとしても回収し損ねますからね。その時のための保険です。ああ、そういうことかい。ところでよ、金利を安くはできねえか？できません。川田はきっぱりと断った。安くしてほしいなら、清流の金貸しに借りろというのが川添の言い分だ。だが、借りる方としては安くしてほしいと思うだろう。何せ、清流の倍の金利なのだから。では、サインは終わりましたね。送金の方も完了しておりますので、組長さんにも、じきに入金の知らせが入ると思います。ああ、確かに来たぜ。
5000万が2本だ。ということですので、あなた方の借り入れは完了となります。それでは、行きましょうかね。行くって、どこに連れて行かれるんだよ。もちろん、しのぎ先ですよ。働いて返せばいいんだろ？そうですよ。ですが、普通に働いてても、そうそう返せるものではないですよね。ですから、こちらで、ちゃんと仕事をご用意しております。一体何の仕事なんだよ？現在の求人は、地下競技場ですね。人間相手ではなく、猛獣相手ですが。何せ、相手が猛獣ですから、一撃で食われることもあります。そんなことになると、5000万が返済できずに終わりかねません。できるだけ生きていただかないと。足がなくなろうと、腕がなくなろうと。そういったファイターがいると盛り上がりますから。冗談だろ？おい、川田さんよ。はい、何でしょうか？そいつらは俺の息子の顔を七輪で焼こうとしたんだ。猛獣に一撃でやられるような生ぬるいのは気が済まねえや。できればもっとじわじわと苦しむようなやつにしてくれねえか？そういうことでしたら、実験用の人間モルモットというのはいかがでしょうか？無認可の薬や研究中のあらゆる実験に参加していただきます。ああ、そいつはいいや。じわじわと体が壊れていく恐怖に苛まれて、最後を迎えるなんてのは、こいつらにちょうどいいだろう。嘘だろ？そいつは残酷すぎるだろうが。では、それで決まりですね。ああ、連れて行ってくれ。はい、かしこまりました。冗談じゃねえよ！そんなところには行きたくねえよ！結局、高級焼肉に来て、最低の肉すら食えずに、研究用のモルモットとして連れて行かれた二人だった。ああ！やめて！やめてください！おい、デイン！連れて行かれる二人を見送った俺は、父親のそばに駆け寄った。父さん、大丈夫？ああ、全く平気だ。お前は大丈夫か？七輪に顔を押し付けられた時は驚いたけど、焼けてなかったから大丈夫。さあ、早く肉を食べに行こう。お前はタフだな。こうして、何事もなかったように肉を堪能した俺たちだったが、父親にとっての最高の恐怖はこの先にあった。何ですって？強兵の顔を七輪の網に押し付けたですって？ふざけんじゃないわよ。うちの息子になんてことしてくれたのよ。まあ、なんともなかったことだし。なんともなかったからよかったけど、火がついてたら大やけどじゃないの。だいたい、あなたが誘っておきながら遅刻したのがいけないんでしょ？なんでちゃんと時間に間に合うように出られないのよ。あなたはいつもそうやって遅刻するのよ。それがために、強兵が痛い思いをするんじゃないの。いい加減にしてください。わかった。わかったから。どこのどんなヤクザよりも、母親の怒りが一番怖いという父親は、この日も、母親の機嫌を取るために必死だった。それだけ、俺は愛されているということなのだろうが、結婚相手は、優しい人がいいと思うのだった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。